わうわ夢じゃなかったっていうシーンね、これ。わかった。ちょっと空気違うもん、さっきとね。さっきまでと空気違う。あ、なんかラジオ鳴ってるし、すごい現実感ある。なんかね。えい。夢だけど夢じゃなかったっていうシーンだな、これ。ちなみにこっち行くと、なんと空中に行かない。ああ、現実だ。現実ですわ、これは。ここどこなんだろう。ピエロの地かな、ここ。あ、そうだ、さっきの使ってみよう。どれだ。ダークビジョン、壁を通す。ダークビジョン、ダークビジョン。でも明るいから、今昼だから特に意味ない。歩くと波紋が出る。歩くと波紋が出る。これがの音を視覚として捉えられるってやつか。なるほど。ダークビジョンしてステルス状態で歩けば音がしないと。ところが叩いたりすると音が鳴ると。はあ、はあ、ダークビジョン。ダンウォールの市民に通告します。旧港地区が避難リストに追加されました。ダークビジョン便利そうだな。種子の月のウィーパー数は増加しました。摂政伯爵の命により疫病条例は雨の月が終わるまで継続します。疫病病例って何だ。忠誠を保ちましょう。疫病病例、そこになんかポーションみたいなのあるよ。あれ取りたいな。ちょっとポーション拾いに行こうぜ。ポーション、この辺かな。あ、ダメか。ここ入れねえか。ポーションじゃねえのかな。まあいいや。トゥーフーフー。お、どこだ。ピエロの地じゃないのかな。なんか流れ的にピエロの地かなって思ったんだけど。あ、ここか。ピエロの地がそこだ。はい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 。なるほどね。ダンウォール市民に通告します。蒸留所地区では感染の危険があるため、なんかいろいろあるからちょっとゲットしとこう。後でやもう、これ後でやもう。違反した者は治療とリハビリのため浸水地区に送られます。とりあえず提督に会いに行こうか。提督に会いに行こうか。森の歌、酔っ払いの捕鯨員をどうしよう。これ森の歌。森ってあの刺す方の森か。いろいろありますね。とりあえずハブロック、ハボック、ハブロック、パブロックだっけ。パブロック提督に。じゃあサミエル用に場所を開けるべき。そうすれば。でも彼は使わないわ。サミエルの話してる。もう普通のベッドでは眠れないのよ。彼は海軍に長く居すぎたそうよ。信じられる。まあ外の木材の山を知ってる。彼が古いボートから建てたあばら屋。提督はどこでああいう人たちを見つけてくるのかしら。サミエルも変人なのかな。聞いた感じだとサミュエルもなんか海の上じゃないとダメみたいな、根っからの海の男なわけね。こんにちは、コルボさん。こんにちは。提督はそういうなんかちょっと
気が変な、気がおかしい人が大好きなんで、ね、誰これ、ウォレス、誰、君は貴族か、コルボ。君をよく知る者は一人もいないようだ。だが物腰から見てそうだろう。ペンドルトン伯爵の曽祖父はサーコノス人のメイドを妻にした。よく考えれば二度話すこともはばかるほどの話だ。一流の家筋ですらあちこちで道を誤ることがある。誰だろう、ウォレスって誰だろう。なんかある、インチマウスの装飾プレート。売っちゃおう売っちゃおう、売っちゃおう、お金にしたれ。よし、この辺もトランク開けて売っ払おう。なんかウォレスとかいう人のものだろうけども売っちゃおう、売っちゃおう、これも売っちゃおう。ペンドルトン伯爵回顧録第27章。13歳の頃、忌み嫌われたママ母はついに去り、ペンドルトンホールに静けさが戻った。だがその頃には、なんかあんまり関係なさそうだから、これは聞かなくていいか。とりあえずパブロック帝国じゃない、パブロック帝国のとこ行こうか。あ、ここ違うな、202って書いてあるから、誰か住んでるのかな。いろいろあるな、これ。刑務所の様子から察する。ゴルゴは予想より良い状態で到着したようだ。すげえいっぱいあるな、これ。細かいとこまで。大きな山ほど。すべてを失う。どれだけの働きを見せて。これはあれだ。なんなら個人的に録画しながらやるようなゲームじゃないな。これ一人でのんびりやる、のんびりっていうか、いろいろ見て回るゲームだこれ。精錬芸遊、これはもしかして、あ、売るのか投げて、投げて爆発するとかじゃないの。交換するんだけど、はいはい、一度も得したことがない気がするわ。彼女は利口なの。投げてね、なんかね、爆発させたりするんじゃないのね。売っちゃうのね、芸遊。お、お金発見。違う、パブのマスタールームキー。これはいいものを拾いましたよ。いいのかな、こんなんもらっちゃって。これよくわかんないけど、パブがどこにあるのかは知らないけど、パブを、パブに入り浸れるってことだな、これな。どっち行こう。てか、迷っちゃうな、これ。このアパートメント結構でかいですぞ。ここはどこだい？ここはどこだい？あ、ここは、ここさっき寝てたとこだ。寝てたとこですぞ。ということは、ここから窓から出れば、ここにピエロンチがあるのか。ここがピエロンチ。この下がピエロンチだな、多分。じゃあちょっと上から飛び降りて驚かそうか。ハブロック帝国が、帝徳がこの下に、いや、下じゃない、向こう側だな。どうしようかな。はい、うい、飛び降りる意味も特にないな。ハブロックってこう、わあ、ここか。あ、もしかしてここがパブなのか。さっね、昨日なんかパブロック帝国帝徳がいたところ、これ、ここがパブなのか。まず、はい、暗殺が闇の仕事だとは承知している。だが帝徳のこと帝国って言っちゃうの。悪事が必要な時もある。はいはい、目的は明確だ。エミリーを発見し、王位を継承させることで女王の系統を復活させたい、そのために潜伏し陰で行動する。奴らをバラバラにしていく。なるほど、今夜キャンベルは君の手にかかって死ぬ。いきなり？容易ではないだろう。彼は狂信者の一団監督官に守られている。やれるとしたら君だ。君の功績は伝説的だ。キャンベルは秘密の日記を持っている。彼を殺したら日記を入手しろ、はい、おそらくエミリーの居場所が書いてある。生きているとすれば彼女を取り戻すことが重要だ。はいはい、以上が概要だ。我らの太陽を念頭に確実に仕留めろ。頼むぞ。分かった、分かったけど、いきなりキャンベルとか大物行っちゃうんだ。もう一つ、はい、キャンベルはマーティンという名の元監督官を交流している。彼は同志だ。もし発見できたらできる限り支援してくれ。マーティン、戦略家で我らのために働いていて捕らえられた。
ここに彼を取り戻したい。うん、マーティンを助けると。キャンベルってしかしいきなり大物だね。あれだよね、キャンベルっていうと一番最初にソコロフにお絵かきさせてたのやつだよね、確か。あいつがキャンベルだったような気がする。そう、こいつこいつ、キャンベル。あとね、今提督と話してるときにチュートリアル出たんだけど、チュートリアルってどこで見るんだ。チュートリアルはどこで見るのかな。ここかな、違うな。これか、チュートリアル。これ見てないやつかな。これ見た、これ見た、これ見た、見た見た。これか？違うな。これなんだ？ボーンチャームはささやかな超常能力をもたらします。それらが発する歌を聞いて見つけましょう。初期状態ではジャーナルのボーンチャームセクションで最大3つまでボーンチャームを装着できます。つまるところ、なんだ？装備品だな、これな。装備することで、なんか、多分ね、なんかね、あの火の攻撃を、火属性の攻撃を 30% カットするとか、そういう能力がきっとあるんだ。多分設計図、設計図を収集してハウンドピッツパブにあるピエロの工房で新しいアップグレードや、ほう、設計図を見つけるとアップグレード装備が増えると。はーん、はんはんはん、いろいろありますね。カオス、サミュエルに会いに行く前にさっき手に入れたあのパブのマスタールームの鍵だっけ、あれでなんかどっか開くんじゃねえか、ここの店のここかな、違うか、違うな、多分どっか開くようになったと思うんだよ、あの鍵で。この辺か、ここか、違うな。つうかどこだ、ここ発電所か、発電所じゃない、変電室みたいな。経由発見、よいしょ。ここじゃないの？ここは何？旧港地区下水道の鍵が必要。これ下水道につながってんのか。下水道につながってんのね。おっと。しかしこの鍵は何なのか。アイテム。パブのマスタールームキー、古く錆びた鍵。マスタールームってどこかな、上かな。ここかな、いやここじゃないな、ここはさっき入ったとこだな。でここ上に行くと自分のね、
寝てたとこに出るんでしょ、これ。寝てたとこに出ると。よし、じゃあ行こう。もうなんかね、ここなんかね、いろいろあるから見て回りたいけど、本当にキリなくなるから、これ見て回ったと、ね、実況もせずにこんなとこにダラダラ見ててもね、動画にした時にどうなるかって考えるとね、ちょっと怖くてね、そんなのんびりできないよね。まあでも何も考えないでのんびり遊ぶのが一番楽しいんだけどね、やってる側はね。よいしょ。じゃあサミュエルに行って船に乗せておくれ。ふと思ったんだが、監督官の巣に踏み込む前にピエロと出発するか。待って、ちょっと待って、あのピエロに会う。ここで待とう。はい、飛ばしちゃった、間違って。出発するか、合図してくれ。もうスキップしたからもう行ってくんないの。ちょ、ピエロに会うわ。ここで待とう。はい、ピエロに会ってきます。間違ってスキップしちゃったんですよ。ピエロいるかな。なんだ、誰だこれ。コルボ、こんにちは。はい、私はカリスタ。カリスタ、ここでハブロック提督に仕えてる。仕事に立ち入って申し訳ないけど重要なことなの。はい、あなたはあの卑劣な男を殺すんでしょ。はいはい、上級監督官を。あ、キャンベルね。頼みを聞いてもらう理由などないけど、はい、私の叔父ジェフ・カーノが衛兵隊長として働いているの。おう、彼は善人で唯一の家族なの。おうおう、使用人たちの噂ではキャンベルは最近外国から毒を取り寄せたそうよ。理由は分かっているわ。叔父は他の者たちみたいに腐敗していない。キャンベルは叔父を毒殺するつもりよ。彼を守ってほしいの。今の仕事の前、あなたは暗殺者になる前に人を守っていたんでしょ。そうですよ。でも今も暗殺者じゃないですけどね。まだ暗殺者じゃないです。はいはいはい、了解した。ということはね、カーノ大佐の他にもう一人、今誰って言ってた、おじを助けるの。おじをね、あ、おじがカーノ大佐なのねカリスタのおじがカーノ大佐なのね。あともう一人誰だっけ、助けるの。もう一人誰だっけ。もうなんだこれ、ハウンドピッツパムの周辺でルーンを見つけるって出てんな。この辺ルーンがあるのかな。まあいいや。そう、マーティンだ。マーティンを助けて川野大佐も助けると。 OKOK、 了解した。で、オプションタスクによるとこの辺にまだ何らかの、ここの地下かどこかに犬同士が殺し、ルーンがあるという話なので、あった、ルーンがこっちにあるらしい。まっすぐ行っちゃう。笑い声鳴り響き、男たちは飛び込め。昔の歌を大合唱よ。古き良き時代の話だけどね。水入っちゃうと、あった、割と近くにある。待って、痛い。なんでピラニアがいるの。助けて。登れない。よし。ピラニア。あ、これピラニアか、これ。あれ違うな。この影はピラニアなのか。違うか。どこ行った。いないか。いないな。よし行こう。
よいしょ。ルーン発見。バイタリティ上げとくか、これ割と食らうよね。いやでもな、貯めといた方がなんかいろいろいろんな能力使えて楽しそうだから使わんとこ。はあ、ルーン発見しましたと思う。いたいたいた、ピラニアがおる。ピラニア助けて。ピラニアおるけど、よしよし、やらしいな。もういないかな。よしよし。いる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 、ピラニアいる。やだ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 。よしよし、オッケー。ほんじゃあとは。じゃあピエロ探そう。ピエロ、あとピエロ、ピエロもいるよね多分この辺に。ピエロどこかな。いた、ピエロさん。何をお望みかな。ピエロさんは特に話しないのかな。ルーン変えんじゃんこれ。あら、刻まれた鯨骨の塊。クジラってなんかこの世界だとすごいものなんだな。油爆発するし、なんか魔法陣みたいなの刻めば魔法が使えるようになって、すげえな。でこれスピリチュアル治療薬、ピエロのスピリチュアル治療薬は買えるんだけど、ソコロフのは買えないのね。ね、ピエロだから、ピエロからソコロフの薬は買えないのね。やっぱその辺は譲れないんだね。終わった。タンク設置したんだけど。驚いた。ちょっと一本原油持っていこうかなって思ったんだけどな。無理か。さっきもう使い切っちゃったからかな。さっきね給油したもんね。じゃあ行こうか。よし。助けに行こう。出発するか。ブルーノーだっけ。ブルーノーと王の大佐みたいな。助けに行こう。このマスクを装着して